カール出家ベルリンオルガン製作所は、オルガン製造を手掛けるドイツの有限会社である。本社は、ベルリンに所在する。日本では、カール出家者、出家者などとも呼ばれる。1950年創業。オルガン技師、アレクサンダー出家がポツダムで営んでいたアレクサンダー、出家ポツダムオルガン製作所から独立する形で、息子であるカール出家が1950年に、ベルリンで、 オルガン製作所を創業した。カール出家者の設立以前は、出家家の二人の兄弟は共に、父のオルガン製作所の下で就業していたが、1933年の父の死を受けて、カールは弟のハンスヨアヒム出家と共同して、父の会社を引き継いだ。後に兄カールが独立し、弟は父の会社を継ぐこととなった。現在、カール出家者制のオルガンは、 米国、アイスランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オーストリア、韓国、日本、ポーランド、ノルウェー、リトアニア、ロシアなど、世界中で演奏されている。かつては、カールの父アレクサンダーが死去するまで、カール出家は、しばらくの間、製品を棚卸ろしする作業や破損した楽器を修理して、再び組み立てる作業を手がけていた。第六列目の鍵盤の項目では、 鍵盤の段数をローマ数字で示し、独立ペダル仕様のものを大文字の P で、付属ペダル仕様のものを小文字の P で併記した。ありがとうございます。